はい、シャスカです、それでは今回は7つの習慣の第7の習慣ですね。歯を研ぐという習慣ですけど、これはまあ簡単に言ったら、まあ、自分を磨くと。まあ、つまり自己啓発の習慣ですね。はい、で7つの習慣の関係をもう一回書くと、依存で自立、そして相互依存と。ということで、1から3の習慣が自立をするための習慣ですね。で4、5で自立から相互依存を目指し、6の習慣で、相乗効果を発揮するという関係でした。つまり第6の習慣、相乗効果を発揮するために1から5の習慣があるという関係でした。じゃあ第7の習慣は何なのかって言ったら、これを全部支えるものですね。これを全て支える、つまり1から6を全部支える習慣が第7の習慣というふうになっています。つまり、第1の習慣、主体性を発揮するって言っても、レベルがあるというか、まあ、10点だけは主体性を発揮できた、20点主体性を発揮できた、50点主体性を発揮できた、もう90点主体性を発揮できたとか、そうですね、第3の習慣でも重要事項を優先するって言っても、重要事項を10点分は優先できた、50点優先できた、80点優先できたって言って、やっぱそれぞれ段階があります。だからこの1から6の習慣を底上げしていく、全部、まあ、自分なりにできたっていうのをどんどん底上げしていくのが、全体をどんどん上げていくのが第7の習慣という感じになります。7つの習慣の本の中にはこういうなんか螺旋状の図が載ってるんですけど、こういう感じですね。こういうふうに 1,2,3,4,5,6 の習慣ができた、 1,2,3,4,5,6 の習慣ができた、 1,2,3,4,5,6 の習慣ができた、学んで実践、学んで実践、学んで実践みたいな感じで、人間の進化成長というのはどこまでも続いていくと。でこれをずっと上に上げていくのが第7の習慣ですね。だから1から6の習慣ができたといっても、この辺でできているかもしれません。だから第7の習慣でまたぐーっと上げていく、また上げていく、また上げていくという感じです。で具体的に自分を磨くって何をするんですかって言ったら、これも7つの習慣の本人の中にこういう図が載ってます。真ん中に SQ で IQ と EQ と PQ と載ってます。 IQ っていうのはよく聞きますよね。知能指数、知性です。で EQ っていうのはエモーショナル、感情ですね。で PQ というのはフィジカル、身体、体で、 SQ というのは、精神で、人間の能力を4つに分けて、これを常に向上させていくことで、1から6の習慣をずっと底上げしていくっていうのが第7の習慣の歯を研ぐという習慣です。知性を磨くためには、例えば本を読むとか、CD を聴くとか、DVD を見るとか、セミナーに出席するとかですね、そういった活動を常にやって自分を上げていくと。 EQ、 エモーショナル、感情に関しては、これはもう人とたくさん接したり、場数を踏んだりですね、そういう人間関係、自分の感情コントロールっていうのを、上げていくのが、この EQ を向上させるということですね。PQ っていうのは自分の体、体がエネルギーを作るので、自分の体を向上させていく、まあ、運動をするっていうのが、まあ、一番筋肉トレーニングをするとか、散歩をするとか、走るとかですね、こういったのが PQ の向上になると。で SQ っていうのは精神の向上、
まあ、これは例えば瞑想をするとかヨガをするとかですね、そういった体を休める、精神を休めるっていう活動をが S 級ですね。これをバランスよくとっていくことで、歯を研ぐ、自分をどんどん向上させていく。で、第7の習慣で自分をどんどん向上させていくことで1から6の習慣をずっと進化成長進化成長させていって、人間の成長を続けていくという習慣になります。つまり第7の習慣、歯を研ぐっていうのは1から6をずっと底上げしていく習慣で、まあ、これは、まあ、死ぬまでですね、自己啓発に終わりはないと。で、これをバランスよくですね、 IQ に偏ってないか EQ に偏ってないか PQ に偏ってないか SQ に偏ってないかということで、常にバランスよく向上させていくというのが第7の習慣になります。はい、それでは今回は以上になります。今日も見てくださってありがとうございます。それではまた。